皆様お階段の世界をゆっくりとおめぐりくださいその生首の顔を見た瞬間にこれえぇ、ー、どうも島田修平です 始まりまりした島田秀平のお階段巡り皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますさあ今日のゲストの方なんですけどもめちゃくちゃ楽しみな方来てくださいましたあのお笑いのもう大先輩でもあるんですけどもただ階段階で行ってもまさにレジェンドの方なんですご紹介いたします シンデレラエキスプレスの渡辺広重さんです。お願いいたします。どうもよろしくお願いします。あ, <laughs> ありがとうございます。<laughs> いやあ、りがとうございます。いや,いやもう本当に光栄です。いや、お久しぶりです。呼んでいただいても本当に。皆さん。光栄ですよ。渡辺広重さん。<laughs> はい。あのね、山口琳太郎さんがやられていた、はい、あの、まあ、ま、会談の全国大会。はい。 あちらの方で3年連続なんと4回も優勝しておりまして電動入り電動入りでされてる方なんですよ。いやいやそんなもうもうありがとうございます。そんって会談 <laughs> の本数とかえげつないですよね。はい、どれぐらいありますか。会談はもう本数数えたことないんです。まあ一人で喋ったら10時間以上は喋れんのかなとか <laughs> わかんないですけどね。そんなもんちゃいますかね。 ちょっとねもう本当にうれしくて、はいろいろこうお話をねめ、うん、めちゃめちゃゃしいんですよ <laughs> 聞いてしまったんですけども、はい、すますちょっともう、えー、実は次回とかもちょっとね出ていただくということで、はい、まずはじゃあ今回もう早速会談、はい、の方聞かせて頂い,いてもいいでしょうか。えー、私があのお世話になっている大衆演劇の。 座長さんがいらっしゃいまして、はい、大戦劇っていうのは結構その毎月決まった劇場、それを全国いろいろあの持ってはるんですけど、いろんな劇場に行って、1ヶ月間ずっとほぼそこで住み込みで学園に寝泊まりしながら公演をするっていうのがまあ主なんですよ。うんうん、で、私がお世話になっているその座長さんもそういう形で公演をされています。で、その方っていうのがすごくね、あの、絵が 得意なんです、うん、その方の格影っていうのはすごい評判でで守備でやってらっしゃるんですよ別にそれを商売にしてるわけじゃないんですけどそしたらまあ今現在出てる劇場があるとしたら次の月にその出演する劇場の声主さんから連絡があって、えー、師匠あの来月出ていただくにあたって。 次はこういう方がいらっしゃいますっていうのを劇場のロビーでそういうポップ作ったり宣伝もしたいんですで師匠が得意な絵をもしあれでしたら書いていただいてまあ書いたやつがあったらそれを送っていただいてそれを飾らせていただくんでどうですかうん、うん、そしたらあの、まあ、座長もそれ喜んで「あいいですよ」って言ってあの返事をしてでまあ住み込みですからずっと楽屋で多分書いてらっしゃったんでしょうね。 でその次の月になりましたので、まあ、そこの劇場に乗り込んんででいくんですよねそしたらその劇場の支配人の方が「ありがとうございます」って言って、うん、あの送っていただいて座長本当に師匠本当に送っていただいたんでもうみんなこんな絵の上手い方こんな才能のある方がいらっしゃるんだって喜んではりましたっていう、うん、あそうですかじゃあ1ヶ月お願いしますね」って座長言うんですけど、はい、そしたらそのね支配人の方が「すいませんただ一つお知らせがありまして」うん この劇場ね、今月いっぱいで閉めることになったんです。うん、で、そんな話した。あれ、そうなんですか？いや、劇場としては本当にあの好調だったんですと。ただそれ以外のところで、まあいわゆる赤字というか、そういうまあ決算出しちゃったんで、ここを手放さないといけなくなったんです。本当にすいませんってなったんですよ。ではそうなんで、まあでも残念ですけど、じゃあ最後のこの一ヶ月一生懸命やりますね。 っって言って言、はい、でそれが終わって全部荷物をあのトラックに乗せまして久しぶりに大阪に戻ってこられたんですよ、うん、で大阪に戻ってこられてまあ、まあ、劇団員の方はもう倉庫にそれを直しますと「なもう座長ここで降りてください」大阪の南で。 おりまして、ね、で、まあ、座長からしたら久しぶりにもうその大阪の南にまあ帰ってきたって感じです、うん、で行きつけのスナックがありましてそこにこう寄るんですよでその時に家に持って帰るちょっとした荷物とあと自分が描いて飾っていた絵ですねそれをこう額縁ごと風呂敷に包んで持ってでそのスナックに行ったんです。そそしたらそこの ママさんが、はい、ああ、師匠、久しぶりーって言って、うわー来てくれたねって言って、あいやいや、久しぶりやなーって、ほんで飲んでたら、ママさんが、師匠、その今、持ってらっしゃる、それは何っていう,うん、うん。これは絵だけど。ああ、そう。それちょっと風呂敷き開けて見してよ。ってこうなる。で、風呂敷、パッと見せた。そしたらママさんが、うーわー素敵な絵ね。 この絵お店で飾らせてもらららっっったたどううかしらってこうなった、うん、ママさんからしたらひょっとしたらこれを飾っとけばまた師匠は座長はそこのお店に来てくれるであろうという計算もあったかもしれませんでも本当に絵が気に入って飾ったいいよでまあ師匠座長からしてもそれを持って帰るより飾る方がまあまあ自分もと思ったんでしょうね、うんうん、でそれで飾ったそしたら翌朝になったらその 座長寝てましたらね電話がかかってきたんですよ携帯、はい、あれと思って枕元パッと出たらそのママさんなんです、うん、ごめんなさいって昨日お店がぼや騒ぎで燃えた、うんうん、自分たちが店出たあとバコの不始末かなんかあったのかそれであの店が燃えてすぐに駆けつけてもちろん消防車も来たんだけどお店の半分、まあ、弱ぐらいちょっと燃えちゃったん で,それでごめんなさいってで預かった絵が、あのー、は無事だったんでだからそれだけお知らせようと思ってほんとごめんなさいっていう話だったんです。でその座長は心配なんでその日お休みだったから南に出て。 そのママのスナック、顔出したんですよ。うん、それもちょっとお昼過ぎですよ。わっと、そしたらもう片付けばーっと終われてるママさんが、うわーごめんなさいねでしょあのこれ映画無事だったからって、あのいつか返そうと思ってたんだけど、今来てくれたの、じゃあこれって言って返した。うん、風呂敷にまた包んで。で、あもう気をもう落とさないでねって言って、そのまあ座長はその店を後にするんですけど、せっかく南に行ったんでっていうので、別の またスナックあるんですよみのそこへ行った行ったらやっぱりその「それは何?」って聞かれる「うん、もうこれは絵だけどじゃあ見せてパッと見せた」見せたらそこの店のママさんが「うわあ素敵な絵ねでもね私なんかこの絵ダメなのよ」なんかこうゾクゾクってするかなんかそんな感じで「ごめんなさい」なんかこれ私ちょっとさすがにもうあの 隠ししといてほしいいいてぐらいてああ見ら見れないってそんなこと言したら後ろのカウンターに座ってた男の人年配のお客さん,なんですけど「あーちょっといいですかその絵私にも見せてもらっていいですか?」「いいですよどうぞ」でしたらその方が痛く気に入りまして「うん、わ素敵ですね」「これ私の会社の社長室飾らせてもらっていいですか?」「会社経営してはるし」って、うん。であ「どうぞどうぞ」あ「あいいですかお借りします」 っっって持ってて言持帰られたんですよそれから数ヶ月ほどしてからその座長は京都のその大神劇の劇場出てたんですよ出てたら「あの師匠ちょっとお客さんいらっしゃってるんですけど」って言って劇場の方こうやった、はい、あ,あどうぞ通してください」「学園に来た」。来たらその顔見たら知らない人なんですけどなんか見覚えのあるような感じの顔の方若い方来たんですよ、うん、まあ20代の方。 でっ名刺渡されて何だろうと思ったら「いやあのー、座長は私の父親に絵をあの貸してくれはりませんでしたか」か <laughs> あああの時あじゃあ息子さん」ってこうなる、はあ、はいでその息子さんが「いや実は」ってうちの父親なんですけど急に失踪した<え>いなくなったんです、はい で、ずっと探してても何ヶ月も経つんですよ。で、その中で、あの、例えばお母さんとの夫婦仲が悪かったわけでもない。夫婦仲良かった。うん、で、事業はもう全然好調だった。うん、だから何をその失踪する理由っていうのは分かんないです。でも、会社のいろんなことがもう回らなくなったんで、だから私が継ぐことになりまして、社長室ももう一心で飾ってるこれはってなった時に、その座長さんから借りてる。 お返ししに上がりまたたっっっって持ってて言持きはったんですよ、ねはい、そうですかいやもうお力落としなくって話になってで座長はそのそんなこともありながらそこでまた公演が終わってまた大阪に久しぶりに帰ってくる、うん、いつものように荷物その絵と自分のちょっとした荷物だけ持って南大阪の南に降り立ってでそのまた別の店に行ったんですよはい、はい、馴染みの店あるから、ええ、そこで僕と出会ってるんです久しぶりに。お わ「師匠」って言って僕は師匠って座長のこと言うてるから「おお渡辺久しぶりやな」って「いやこうこうこうで、ね、久しぶりですねそうですか」って言ってで一緒に飲んでる時になんかその絵の点末を聞くんですよ「これは絵絵を持って帰ってきてるんけどこんなことがあったら絵やね風呂敷に包んでますねでそれを見るか、はい、って言われて、ええ、見してもらっていいですかパーって開けたら あのね、青々とした草原を真っ白な馬が、タッタカラッタカラッタカラッタ走りながら、カーボーイがその馬にまたがって、このね、右手を上にグッと上げてるんですよ。うん、で、すごいこう、なんてうかスピード感のある、爽やかな絵なんです。はい、もう、晴天の青空が広がってるところ、ザータッタカラッタ走ってる絵だから、白い馬が素敵で、うわ、素敵な絵ですねってこう言うたんですよ。そしたら座長が、あー、これなー ほんまは黒い馬やねん。で、それだけ言うはったんですよ。え黒い馬。何のことだろうと思って。で、絵の天末も聞いてるから、お前これ持って帰るかって言われたんです <laughs> さ、もうさすがに、あの、遠慮しますよ。って言って。<laughs> はいはい、で、そのまま座長は家に帰られました。もう遅くなったんで。私も帰りました。で、翌日の昼過ぎに私の携帯が鳴ったら。全然知らん電話番号なんですよ。はい、パッと出たら、その、 座長のその師匠の劇団の座員さんなんです。う<ん>あの、うちの座長亡くなりました。っていう知らせの電話やったんです、えー、で、えー、いや、昨日までめちゃめちゃ元気やったんですよ。はい。って言うたら、脳内出血でもう手のほど交渉がなかったんです。もうほんと急死だって。我々も今もうあたふたしてて。で、いろんな方にとりあえず電話を今してるんですよ。ってなって。 そうなんですかで翌日がお通夜だったんです。で行ったらまあまあお坊さんがもうお経を唱える準備もされてるんです。でも本当に身内だけがいてるようなとこなんですけどおかしいなと思ったのがその座長のまあうんと顔お家があってで家があってっていうとこなんですか。そこに そのの白い馬の絵がへえほんで,す<ー>でずっとお経を唱えてるんと思ってそんなとこに何でこれがそんな意味あんのかなと、はい、で終わりましたでその後奥様がご挨拶されるんですけどめちゃめちゃ仲良かったらしいんですよ、うん、で落ち込んで落ち込んでっていうことなんですけどで主人は本当に手の施しょうがなくて脳の2箇所を 同時に出血を起こして亡くなったんんです<ー>あのお医者さん曰く、でそれも脳っていうのは人間の脳っていうのはこの上のこのどういうんですか顎のこの上のところにも脳があります鼻のあたりですね脳があるしもうそこから上まで全部脳って広がってるじゃないですかこの,顎の上顎の上上がったところの出血と脳のてっぺんの部分両方同時やったってう、ねはいうでそれを僕らは聞かされてそうなんですか、うん そしたら奥さんがそこででちょっとこう間ができたんですよそしたらお坊さんが全部聞いてたんでしょうね個人の方が描かれたこの絵がここに置かれていることまあ今日は皆さんお身内ですからみんなそんな不思議だと思わないかもしれませんがこの絵がなぜここにあるかこれ奥さんからのお願いなんですと、うん、この絵にはものすごく何か違和感あるようなことが起きてると。 で、この絵をお焚き上げをするにあたって、今ここでお経を上げさせてもらって、この後お焚き上げしたらいいんですが、この絵は、実は黒い馬だって、個人の方おっしゃってましたよね。うん、仏様。はい。おっしゃってましたよねってなって。みんなそうなんですよ。聞いてるんですよ。すね、黒,黒,が黒い黒い,はい,はい、はい、で、はい。聞いてます、聞いてますってなって。どうですかこの絵が本当にどういうものなのか、 確かめてからお炊き上げしませんかってよかったら。へ<ー>ってなって、はい、で、在院さんとかみんな持ってるあの500円硬貨、あれでその絵をガリガリガリってあの削っていくんですよ。はい、で、これ、アクリルで描かれてる絵なんですね。で、私は絵のことって本当、詳しくないんですけど、それって、実は、下に別の絵があったら、ガリガリ削れていくっていうんですよ。はい、はい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 。で、それを、本当に下の、 緑の青々とした芝生の部分がガリ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 って削っていくんですよ。削っていったら、その削ったところが青々としてなくて、もう黄土色というか茶色の、焦げ茶色の焦土ですよ。うん、もうあの焼け野原みたいな、あんな色が出てきましてね。削っていくところ全部そういう色なんです。ガーって上がっていく。上がっていったら馬の足、はい、白い足ですよ。そこもガーガリガリガリって削っていったら、黒い馬の足になってるんですよ。あ、これかと。 座長が言ってた。で、ガリ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 行くと、カーボーイのブーツの部分削れるんですが、ブーツのところが、これね、わらじなんですよ。へぇ<ー>わらじで、こう、まあ、なんか、鎧甲冑の、その足の部分っていうのがもう明らかに見えるんですよ。リアルに。で、ガリガリ削って、削って、削っていく。行ったら、もう、ここがもう本当に鎧なんですよ。うん、胴体のところ。で、ぐわっと上げてるとこ、ガーって、もう、 鎧に身をまとったそういう侍ですね。はい、それがもう黒い馬に乗って駆け抜けてる絵なんです。しかも青空の部分っていうのがもう全部鈍天なんですよ。うん、全く違う色調の絵でガリガリガリってやると手をこうやって上げてるところこの部分っていうのは向こうは空になるんですが違うんです。グッと握ってるこの握り。 拳ですね。このところから棒が出てますね。うん、はい、棒。で、そのままガリ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 って削っていったら、そっから上に棒がブワーっと伸びてるんですよ。だからこそ、槍なんですよ。ほう。これ槍やでって話になって。で、ガリガリってやったら最後、その槍の部分に丸いものが刺さってるような感じが見えるんです。この顎の部分見えまして。生首ですわ。で、それガリガリが全部削ったら、 その槍のところに生首がゴソッと突き刺さって、ぐーっていう表情をした、その絵が見えたんですよ。はい、その顔見た瞬間に、その生首の顔見た瞬間に、これ、座長の顔やって誰もが思ったんですよ。ええー。座長の顔がそこに突き刺さってるんですよ。黒い馬、またがった、侍の。ほんで、あっ と思ってただそれは座長の顔だって誰も言えなかったんですが。で、その時に、うちの主人は奥さんがね、全部これ、あこういうことだったんですねって言うて、ボロボロ泣き出して。で、うちの主人は、絵を描くって言ったら、もう気持ちがバーンと入って、もう全然違う。思ってた絵と完成の絵が全く違うんですって、うん。だけど、その日も多分そうだったんでしょう。でも、劇場の声主さんに頼まれた絵は、 爽やかな絵を求めてるはずだから、急いでその上から、もう一回、描き直した。だと思うんですって言ったんですけど、その槍がグーンと生首に刺さってるところ、この首のとこからグッといって上に突き抜けてるでしょ。それ、どっちも、師匠が脳内出血で亡くなった箇所なんですよ。そうですね。こことここで貫通したとこですよね。はい。はいはい、で、我々はそれはさすがに言えなかったんですけど、 白い馬の絵だと思ってた絵、黒い馬だっていう、そういう絵の天末のそんなお話がこれです。<ー>はい、実際見られたわけです、ね、見たんです、それは。でも我々見た人間がそこで何か変なことがあったとかそんなわけはなかったんですけど。ただすごいのが、まずそれを手にした劇場はまあ潰れてしまう。そうなんですよ。 次の方っていうのがもうお店なんですけども火事になってしまう、はい、でその次の方は失踪してしまう、はい、で次のまあその書かれた本ご本人は亡くなってしまう、はい、結果4つの場所に行ったんですがその不幸もどんどん大きくなってる気がしますよねそうなんです,、はい、んですだから多分そのいろいろ吸い取って吸い取って吸い取っていくっていうかことでしょうねで多分あの時私が「持って帰りません」って言うたことで 多分その絵のいろんなこの顛末が終わりを告げるみたいなもんやったんですかね。ねで結果的にその絵というのが自分自身が矢で貫かれてる絵なわけじゃないですかそうなんですその未来の自分になってるわけですよね,すよねはい,いこれすごく不思議なのが、はい、そういった絵を知らずに手にしてしまっていたことによって知らずに呪いがかかってしまっただったら何かわかるんですけども、うんうん、自分ででいてるんんすもんねそうなんですよ自分で気がついたらそんな絵をで まああのちょっとふざけるのも好きな方だったんですけどねすごい普段からユーモアのある方なんですけどでもねそれを上から覆い隠すっていうことはよっぽどのなんか足もたと思ったんでしょうねもしかしたらその間記憶がなかったのかもしれないそれぐらいぐーっとこう何か入り込まれて書いてしまったのかもしれないしっていうそんな話あるんですねはいはいただどれも それを手にしたその日にとか、うん、すぐにってことでその呪いの即効性、はい、その強さがえげつないなって思っちゃいましたいやもうあの師匠が描く絵っていうのはあのうまいからみんなすごいなって言うんですけどその白い馬の絵まあいわゆる黒い馬の絵だけじゃなくてなんか行くとこ行くとこあんまりよくないっていうのはよく聞いてたんですよへ<ー>その方が座長が描く絵っていうのはなんか気に入るからみんな欲しがるんだけど そこであんまり良くないんですってそれはずっと聞いてたんで冗談かなと思ってたんです、はあ、でその上でそんなこと聞いたからもういやそれはもうさすがに僕は持って帰れませんって話をしたんですけど、はあ、いやすごいっすねあ,あそんなことがありました不思議ですよねしかもその絵を実際ご覧になってるっていう、ねはい、その渡辺さんの口から聞くっていうもう全然違う絵ですよ本当に。 はい、だからスピード感っていうのがもういわゆるそのあ自然をなんていうかな自然と一緒にっていうカーボーイと違ってもう今この空間の中で生き残るためというかなんか果たすために動いてるその侍とやっぱり全然違うんですよ。オーラが違います、ね、でもね皆さんその映画気に入って 手元に置かせてって言って不幸になってしまうわけで、はい、やっぱりその時点でもう見えられていたのかもしれないですよね。はい。はいはい、いやすごいお話ありがとうございました。ええ、ありがとうございます。さすが芸人さん、芸歴35年。35年。はい、35 <laughs> もう話術も素晴らしかったですけども。ええ、ぜひ皆さんですね、えー、渡辺広重の会談語り、もう主役の会談たくさん上がっております、えー。概要欄貼っておきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。 階段の本数とかえげつないですよね。はい、どれぐらいありますか階段はもう本数数えたことないんです。まあ、一人で喋ったら10時間以上は喋れんのかなとか、<laughs> わかんないですけどね。そんなもんちゃいますかね。ちなみに10時間ぐらいじゃ収録の方させていただいてもじゃあ、<laughs> いいんですかダメダメダメ。ね、今本当ね、こうためにね、もう大阪からも来ていただきましょ、はい、ありがとうございます。本当光栄です。もう実現しました。あのねよ、読んでいただけたらなってずっと思ってて、<laughs> なんかね、ここへあの読んでいただかないと、 なんかお客さんとかでもなんかなんかそんなどうせもう側でやってる人でしょ。何言ってんですかい<や>もう、ね、そう。でドセンター走って階段階を引っ張ってきてくた先輩んですよ。いま違います違いますほんでもう書き込みでもそうね島田さんのそんなんでもう呼んでもらえないくせにみたいなあのもう本当に大先輩すぎて、はい、特に自分お笑いのね、はい、直属の先輩だしいいいやいやいや,いや。あと大阪の方にねいらっしゃるからもう。ああああ お呼び立てするっていうのがちょっともう失礼になたると思ってなかなか声をねかけづらかったとかあるんですよもうもうありがたいですもうこれ僕にとってのいい友ですよずっとこう数つなぎ的なねあれ髪切りましたもう話題困ってません大丈夫ですか髪切ったってタメさん言った時は別に話題困った時じゃないですからありがとうございますありがとうございますはいすみませんなん本当嬉しいんですよあのもう大げさじゃなくて めめちゃめちゃゃルンルンで来ましたルルンンっていつの言葉で言われてるんですけどね<笑><笑>喜んできたんですもうね前回の話も本当とにもう本格派っていうすごい階段聞かせていただいていえいえもうはいありがとうございます<う>聞いていただいて見ていただいてありがとうございますであの実はですねあのまあメンバーシップの方ではもう公開になってるんですけどもねあのまあちょっとあの 階段というか、ちょっとこう、一コアというか、ある宗教団体にまつわるような、はい、かなりディープな話もしていただいておりまして、はいはいはい。の方はですね、ちょっとあの、まあ、かなりこう、内容もってことなので、うんえー、限定公開の方、させていただいておりますので、うん、ぜひ皆さんそちらもね、よかったら、チェックの方、よろしくお願いいたします。この話もすごいっすよね。あれは、はい。もたまたま、お昼のラジオの取材で行った先で聞きましたからね。は,<ぁ>はい。 だから、そういうお話に出会う、もう運命っていうか、もう巡り合わせもすごいですよね。いや、なんか、あ、あ、なんか急に、本当に、あ、聞いてほしいなって思ったんやっておっしゃってましたから。うん、あ多分話の方から、はい、とかも、渡辺さんの方に来てるって感じですよ、ねいやいや。あの、あれは、はい、ありがたい。はい、ありがたい,あいです。<laughs> はいあ、あの、皆さんもですね、はい、あの、渡辺広重の怪談語り。 すごい階段たくさんも上がってますよね。でぜひぜひ皆さんねチェックの方、そして概要欄貼っておきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ますもう本当にもう結構上がってますもんね。あ、そうですね。あの毎週毎週でいろいろまあ取材したり自分でその場所行ったりとかしながら。 はい、もうとにかく収集しています。今。はい。ぜひぜひお願いいたします。いや、もう大忙しという感じなんですけども、ただ、あの、もう昔からこの階段オカルトの世界、造形深いですよね。いや、あの、うちの兄がね、八つ九つ離れた兄が好きやったんですよ。ああ。今回、またちょっと階段玉だし。はい。聞かせていただいてもいいでしょうか。ありがとうございます。はい。 えっと、私がこれね、今から二十数年前、二十数年前ですね、に、あの、まあ、体験したっていうか、私が松竹芸能に入った時に、先輩だった芸人さんっていらっしゃったんですよ。はい、で、すごいかっこいい先輩で、あの、その方が、もう芸人を辞めたんですけど、辞めた後ですごいご病気をされて、あの、若くしてお亡くなりになったんですよ。で、そのお通夜に私は行きました。 元芸人の先輩ですけどそしたら私が養成所に通ってた時にずっと養成所何年も通って一回もステージに立ってないまま辞めたという先輩がいらっしゃったんですよ。神谷さんという先輩なんですけどはい、はい、その方がそのお通夜にいらっしゃってました。うんうん、あれ 久しぶりじゃないですか「おお渡辺お前よう頑張ってんな」って言わったんで「いやいやそんなもう僕ももうただ続けてるだけですよ」「いやいやせやけどな続けてるっていうのがすごいほんでまた言うたら養成所の俺は一回も舞台立たないまま一周、まあ、養成所通ってたけどでもなんかその養成所に通うのがめちゃめちゃ楽しかったんやって「うん、あれがな今ないわ」って話になって「はい、神谷さん今何してるんですか?」ってその時に「電気工事の、うん、補佐をしてる、うん、電気工事あそうなんですか」 で電柱のそういうよく電信棒のところで上工事してあるし、はい、あれを工事してるやつを下から例えばこの道具取ってくれこれを下から受けてくれとかいうその補佐をしてるそういうアルバイトをしてるんや、うん、忙しいね結構だ「だそうですか」って話しててでもなんかまあそれはそれで充実してますよねって言われそんな話になったんですけどほんな、う、ら、ん、谷さんが「いやせやけどな」って今日はこのお通夜来たけども人の生き死にっていうものが そんな身近にあるんやって感じるっていうことがなかったっていう出来事があったんやってそこでその話してくれはったんですよ。<う>でえってまあ言うたらお通夜の晩だからよけそういうお話がモードとしてなったんでしょうね。うんうん、何があったんですかって言ったら神谷さんがあのその電柱の工事の補佐である時やってたと。でねおかしいなと思ったんですよ。電電柱の工事っっってて基本的に絶対お昼でですすよな、うんでかか言ったら停電をするから停をる お昼だと電気使わないじゃないですか。いわゆる照明を。<ー>はい。で、季節の良い時期だったりしたら、別にその冷房うんぬもないし、そんな時になるべくまあまあ工事なんかもするらしい。なるほど。はいはい。ところが、言われたその時間、集まってくれ言われた時間、遅い時間ですよ。夜なんですよ。うん、夜のもうあの、暮れてしまって、そんな時間に自分はその、 行っったら電柱のところにもう真っ暗ですよそこにあのいわゆるヘルメットかぶって前にこう懐中電灯つけた職人さんが上上がってガーってやる、うん、それを下からこう補佐をする。あれ取ってこれ取ってって,って。うわなんかこんな時間にもやるんだと思って。でじーっと下から神田さん見上げてたんです。はい、そしたらその電柱とまあずっとこう平行する感じであのちょうどね壁が電柱のところにこう塀があって塀の向こうがどうも高団。 がと古いでですよ、はい、な並んでるそしたらその1個のところが窓のところね電気ついてて開いて,開いてるんです窓ガラスが開いててなんか男の人小柄なちょっと年配の男性が窓の外じーっとこう見てるんです、はい、で下からもう退屈だし暗いからええー、と思ってその人ちょっと気になって見てたところがおかしいなと思ったんです下から見て、うん、そこに人が部屋にいてたとしても 大体そんな上まあ見上げてるんだからこっから上とか見えるんだったら分かるんですけど結構な位置足の位置ぐらいまでが見えるんですよああそれおかしいっすよねおかしいっすよねだってただでさえ下から見てるんだから足を高くなってくるはずですもんねそうん角度的にあれと思って見てたらいやいやその男の人の前にね今度は輪っかになったやつがひらひらひらってなってるんですよ紐が輪っかになってて で、と思ってたら、そこ、ぐっと両手で持って、ぐーっとすんのが見えた。首をそこ入れようとして、これ、と思って。で、その神谷さんは、すいませんって上の職人さんね、あの、電柱の上の職人さん、すいませんちょっと行きますからって言って、そのままもう放り出して、ばーっと走っていった。で、塀のとこ入り口はこう、かーって入って。で、だいたい目星つけたあの高段のあの場所の何階だって、まあ、2階か3階か、そ、そここ自分で目星つけた。 ただ階段走っていく。走っていったら、ちょうどそのね、廊下のとこ、パーンと面してるところに、扉がもちろん全部閉まってるんですが、はい、一つのところからね、明かりが外に漏れてるんですよ。うんうん、ここだと思ったんですって。で、そのまま神田さん、ダーッと走っていって、そのドアのノブ、もう、どんどんどんもうその余裕のやつ、ガチャーンって開けたら、窓開いた。うん、開けたら、その部屋っていうのが、何にも基本的には物が置かれていないというか、うん もう、いわゆる家財道具とかないんですよ。うん、なくて、その、蛍光灯の昔のカチャッカチャッカチャッってあの古い蛍光灯。あれだけがそこに残った状態。うん、で、部屋の家具はなくて、神田さんそこではっきり見てるんですけど、あの、新聞紙とかを、こう、ビニールの紐まで束ねて、まあ、廃品回収で出そうみたいな。あんなやつを、束のやつを、そこの部屋には置かれてあって、それが、壇上に、 積まれてる。うん、その上にその男の人が上乗って、で、こうしようとしてるのが後ろ姿見えたって。はい、うわ、ダメですよって言って、それがビニール紐、いわゆるこのくくっていた紐を解いてるのかもしれないですね。はい、それを蛍光灯のところに引っ掛けて、それがどんだけ耐久性なのかわかんないんですけど、後で考えたら。そこに引っ掛けてこうやろうとしてから、やめてくださいってバッて行くんだけど、 もう首ぐんと入れた状態で、ダーンともう自分で弾いてるから、バタバタバタってしてる。それをぐっと掴んで、あの、重さ、ぐーってくるんですけど、もう、やめてくださいやめてくださいもう大丈夫ですやめてくださいって言うんだけど、バタ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 ってやると。で、それをぐっとやる。持ってるんですけど、重みがズシンズシンってくるんですよ。で、着ながらバタ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 して、そのバタバタっていうのが、もうピクピク っていう感じになってるから、これは大変だ。でも、これを話すわけに自分いかないと思って、ぐわーってやるんですけど、その小柄な人の体重どころじゃない重さがかかるっていうんですよ。自分の中、後で考えて。はい、ぐーってもう持ちこたえれないような状態な。ズル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 って下にバタバタピクピクしながら下へ、その人は体としては下に行くんですよ。干したら、はっと気づいたら下のところにも足がついて、そこで、 ジタン踏みながらピクピクってしながら手をね後ろ手に自分のところにグーってこう探してるっていうんですよ自分をこう後ろからそれを後ろ手にこう抱きしめるっていうのかな向こうがするからほんでそれピク,ピクってしてるから「もうもう大丈夫です下についてますから足ついてますから大丈夫ですよ」ってこう言うんですけどそれでもピクピクして痙攣起こしてるからなんだろうと思ってでもここに下ついてるんだからと 見るんですけど、上の蛍光灯のところの、この首入ってるところに、首あるんですよ。え下から見たら。あの、首が、その人が、神谷さん言ってたんですけど、胴体はここにあって、首はそこに引っかかったままで、首がダラーンって伸びてるって言うんですよ。もう、この関節が、この骨が外れてんのか、首の皮だけが、 ズルンってなってる状態になってる。るそれでピクピクになってるから、これはもう絶対この世のもんじゃないんですよね。で、神谷さんもうそれ離したんですよ。離したら、そのまま、ふってしながら手を後ろへぐーってこう探すんですけど、もうそのまま後ろにドーンとのけずる感じになって、尻餅ついた。で、そのままぐーって体だけがその時短で踏みながら、こっちへ来ようとしてるんですけど、 それ、どういう重みなのか知らんけど、そのまま上の蛍光道具としてガシャーンって落ちたっていう、ね。はい、落ちたら、今、その引っかかってる紐の中に入ってる首がピクピクピクってしながら、で、そこに繋がってるもう皮だけの首ですよね。とあ、うん、顔と、あまあ、頭と首と、で体。で、体の方だけがずっと自分の方にぐーっと向かおうとしてるから、ズルズルズルってくるんですって、はい、引きずりながら。で、それで神谷さんは怖くて、 気を失ったって言うんですよ。で、気を失ったら、本当にもう瞬間のことだったんですけど、おい、おい、しっかりしろって言われて起こされた。うん、そしたら、あの、電柱工場の職人さんですよ。その人がそこにいて、懐中電灯、ヘルメットでビャーンって当てて、それで目覚めてるんです上から見てる。はっと思って。いや、あの、お前、びっくりするやないか。なんで急に走り出すね。ちょっと待ってくださいってなんやねん、お前。 どこ行ったんかと思って探して、今ここにお前倒れてたぞってなった。うん、で、それで、あ、じゃ、ちゃんすよ。あのね、部屋の中で、嘘言ってて、それで僕ね、抱きしめて、そら、と,とんでもないことがって言うんですけど、お前何を言ってんねんって。どこやねんそれ何やねん部屋の中開けて,て。部屋の中開けるも何も無理やろ、そんな。お前ここの公団って、もうずっと人住んでないねんで。<ー> 誰も住んでない。もうこれもう取り壊し決まってんねん。ほんで、あの、電柱工事も、その工事をする、別に電気使う使わん関係ないねんって。下のところ昼間人がいっぱい通るから夜にやってくれ言うてやってんねん。そんな時やのにお前なんで真っ暗のとこ走り出すねん。いや、でもって言うから、いや、ありえへんねん。そんな、かかっとるやないか、鍵。お前何言うてんねんってこうなった。 でもこの中にってあんまりしつこく言うから、そのままもう工事としては終わりましたっていう報告もしないといけないし、だからそこのエリアの管轄っていうところの役所に連絡をして、ほんでもう遅い時間ではあるんですが、そこにまだもちろん残ってらっしゃる方いる。それが警察の人と一緒にそこに来て、あんまり言うからっていうので、鍵開けたんです。開けたら、本当にその神谷さんが見た状況と同じ、 廃品回収のそれが積まれてて、うん、ほんで、あ、まあ、いわゆるそこにその照明が落ちたやつがあって、そこに本当ビニール紐に首吐いとったんですよ。でも伸びてないですよ。皮は伸びたような感じじゃないんだけど、普通に、なくなった後に、もう重み耐えかねて、それが落ちた状態で、そこで、まあ、あったんですよ。で、警察からしたら、それ、 あんたが見たままのことがここで起きてるっていうことはおかしいって。はい,はいはい。なんで知ってるいや、で、僕はそれで見たんです。幻かもしれんけど、見たんですってなって。で、まあ、いろいろ、まあ、まあ、事情のね、聴衆になるんですけど、もちろんそこは話されて、結局、そこで、うん、おそらくですけど、家がない、住むとこがないっていう方が、たまたまそこの部屋が空いてたっていうのを、 そこへ住んでた。で、まあ昼間どっかに行ってたのか夜どっかに行ってたのかそこで寝泊まりをするときに退屈だから廃品回収のそんなん持ってきてもう昔の日付の新聞を読んで情報を得たりとかしてしてたんだけど絶望的になってそこで亡くなった。それをその神谷さんが 知らされたみたいな感じになってるんですね。で、あの、そのお通夜の席でそんな話になった時に、俺はもう芸人辞めたから、その仲良かったやつとはいえ、こんとこと思ったんだけど、やっぱり亡くなっても俺には来てほしいと思うから、俺は今日ここに来たん。あの時の自分が見つけたその、そうなんです。そうなんだけど、やっぱり誰かに探してほしい、見つけてほしいと思ってた。それが俺やったんやと思ったら、 人の生き死にっていうのはもうこれは悲しいけどなんとかそこはしてあげないといけないと思ったっていうふうにそんなことをね上谷さんおっしゃってました、はあ。そこで最後命を絶ってしまったその光景を目にしてたっていう。はい、やっぱりでも気づいてほしかった自分はここにいるんだっていうことを知ってほしかったんですね。 あのかといってその他殺のあれはないし、うん、もう明らかに自死ではあるんですけど、うん、でもあまりにも同じような光景が同じ光景がそこにあるっていうことですからこれ本当にもし時系性があったら犯人として疑われちゃうぐらいのレベルですよ、ね、そうなんですよどんどんお前知ってるのこれ犯人しか知らない情報だぞってなっちゃいますからでもまさか自分から言うわけがないからね、はい、もちろん自分でってことですし。はい やっぱこうバンってそこだけ鮮明にしかも中から鍵はかかってますからねそうなんですよだからその時じゃあどこに入ってたんだろうかっていうどの世界線に行ってしまってたんだろうかって思います、ね、そうですよねそのドアの前で神谷さんは倒れてたってことですからドアの前だったんです,、ね、そうなんですよな前ですよだからここですここですってずっと自分走ってきてここっていうの分かってるからあの階段上がってきて廊下のとこ行ってそっから明かりがまあ言うたら外へ漏れてるからここだ こここなななんんですってずっと言っててずと言お前こんなんかんやないかそうかだから中には入ってないんだけれどもその外側で、はい、その中で実際起きた光景記憶がバーンとこう入ってきていて、はい、そこでね自分がこう必死にこう食い止めてるっていうでなんかその怖かったのが首がダラーンとこう長くなってしまってまさに六六首のような状態ですよだから六六首も一説によると本当にこう自分で首をっていう方でダんとこう伸びて、うん、少しこう。 と、うん、そういうような状態になることがある。うんはい、それがもとのそのね、六六日の正体なんじゃないかの説もありますけど。<ー>その方が見たっていうのと実際その亡くなっている状況とは違う,と思う、ね。違うんですよね。もう、うん、あのそうじゃないもののすごいデフォルメされているものを神、うんうん、谷さん自身は見てるということなんですよ。いやでもそんな経験をやしてしまうと。うん あの樹海でねこう命を絶ってしまう方がいる、はいうん、だけども意外とそのお亡くなりになっている場所っていうのが奥じゃない意外とこの歩道から近くの場所なっていう、うんうん、でもちろんいろんな理由あるんでしょうけど、うんうね、険しいから奥に行けないとかもあるんでしょうけど。うんうんうん でもやっぱりもしかすると亡くなりはするんだけどでもすぐにやっぱ発見はしてほしいっていうそういう気持ちが働くって話聞いたことありますあの大阪にものすごいあのそういうまあ自施されるという展望台があるんです山の上のテレビ塔があってその展望台の裏側には墓地がバーって広がっててそれは別にあのシチュエーションの話じゃないんですけどその展望台のところで亡くならはるんですよ。 でもそれはやっぱりあの昼間になったら人は必ず来ますから、はあ、だから夜は全く人来ないんですよだから見つけてほしいというでもやっぱり人がおったらできないっていうこのなんか、うん、なんかもうないで、ね、たまらんすよね、うん、そういうの聞くとねはいなんかそんなお話ですよねなんかいやーでも実際にねもうお酒鮮明にこう見てしまったって思うと。 なんかまあその方はまあ若干霊感とかも終わりな,方なかったどうなんでしょうねあの本当になんかノンホとした感じの人なんですよ漫談をねずっとされてました、ね、<ー>でも一回も舞台で立ったことないですよそうなんです、ね、はい毎、まあ、回養成所のところでやるはるんですよあのネタ見せしはるんですけどでも舞台には立ったことないですと本当に不思議なのが例えばその亡くなられた方が知ってほしい からそういうい光景を見せたわけじゃないですかぜ、うん、その中谷さんんが選ばれたんだろうかなっていうあそだから霊感が多少ある方なのか、うん、チャンネルがバチーンって合う方なのか、うん、幽霊側からしてこの人だったら気持ちが分かってもらえるっていうふうに思われたのかっていう<ー>いろんな方がいる中でなぜねこの人に自分のこの死の事実を知ってほしいって コミットするタイミングもまずなかったでしょうしねもうあの誰も住んでないまず講談であり、うん、誰も人も来ないそうなった時に今ここだと思ったのかな上でこう工事をしてる下でいるで上谷さん自身はすごいなんだろうあの多分純粋な方だったしここだっていうのがあったのかもしれませんね。ってななるともう僕らみんな 誰しもがそういうことに遭遇する可能性はあるかもっていうことですよね。そうですね。向こう側の存在から、あ今っていうふうに思われれば。はい。はいうん、かもしれません。だから、なんか、霊感のある方っていうのは、あえてそれを思ったら、もう避けようとするじゃないですか。ああ、あかん、あかん、みんとこ。もうみ,んみんとこって、もうこれ繋がらないし。でも、ぼーっと見て、え何あれ、あれっていう、やっぱり人は、 必要な部分はあるんかもしれはあ、いやーちょっとあの明日から <laughs> いろんな、はい、よ夜道歩いた時にね、うん、何気なくそのいろんな景色を眺めるのがく怖くなっちゃうなっていう,、ね、もう話にあるんですけどもまあでもねやっぱりこう発見してほしい知ってほしいというふうに思っている、うん、まあ存在がやっぱりいるんだなっていう、うん、はい,いや今回もすごい話ありがとうございました。 あのねもう一本の方が、ちょっとね、ああのまあちょっとこう、さらにって話だったので、ね、そちらの限定の方になってますので、はい、もしねあのご興味ある方はね、そちらもチェックしていただけたらというふうに思いまますすお願います、はいたし、はい、本当ありがとうございましたあ,いやありがとうございました、本当に。はい、もう光栄でした はい。いあのね、あのー、渡辺さんもね、YouTube チャンネルやられてまして。はい。はい。そちらはあんまりこう、なんかゲスト呼んだりとかコラボってあんましてないですかええとね、コラボ、なかなか僕、もうなんか、あの、そういうちょっと交渉下手で。ええもうほんまなかなかコラボしてくれないです。あの、あの、でも、あの、格闘家の船木正勝さんはコラボしてくれないでそんなコラボなんですか <laughs> 船木さんが会談話されるんですか、はい、はい、船木さん会談語っていただきました。 あと大阪の浜村淳先生ーー、はい。はい、あの会談語っていただきましす。<laughs> さっきあの軽。 はずみに、ちょっと僕が、もしよかったらお願いしますよ、なんて言おうとしてたんですけども、あの、船木さんと鎌村先生って名前聞いたらもう僕と言えないです。いやいや、本当にもう、島田さんも本当お願いしたいぐらいなんですよ。いや、本当ですかそんなビッグネームの中で僕なんかいけないですよ。いやいや、簡単にそんなお願いね、でけへんし、思って、それはもうちょっと胸に秘めてる本当ですよ、ほんまに。ちょっと、あの、機会あったら、あ、ほんまに。大阪とか行って、そういう機会あったら、ちょっとパパッと取らせていただけます。ぜひぜひ、本当にお願いします。ぜひお願いします。本当に喜んでです。本当ですか ね、本当にこんなありがたいことないで <laughs> い<や>本当に全然もう嘘全くなく偽りなく本当に思ってますから <laughs> いや<ー>ありがとうございます本当にありがとうございます大先輩なのにいえいえとんでもない本当に呼んでいただいて本当何より本当にこんな嬉しいことないです,いす当時でいうあの心霊写真のえっ、ー、とな 中、中岡俊也さん。ああ、はいはいはい。の写真の穴買ったり、<ー>ああいう本買ってきたりとか、いろいろそういうのでも、もう自分も、もうなんか物心ついた時から、その家にそういうものがあったような感じです。ああ、もうニーソの影響なんですね。そうですね、え思えば。ご自身で霊感とかは終わりなんですか私は霊感ないです。ないはい。あの、階段語る側として、霊感ありますというと、 本当にああ僕まで霊感ないのであ、はい、いいんですけどもやっぱりこう霊感があって階段やってる方とかは結構皆さん。 大変そうですよ、ね、そううでですすよよねなん霊感ある方ってちょっと会議的な気持ちもあるんですよこれ階段入りながら矛盾してるんですけどほんまかなぁと思うんですけどあの三木大雲住職とそれこそあの森脇健司さんと3人で KBS 京都っていうところのテレビの番組の取材で心霊スポット行きましょうそういう番組じゃないですよ普段面白くどこばっかり回ってるんだけど三木さん一緒に行ってもらって東山トンネルって京都の有名なとこありますそこペアッとトンネル入ったら三木さんがね普通に指さしてあ あそこ、もうちょっと見とってください。あの、チカチカ知らしますからって言い出して。えって言って、じーっと見てたら、チカ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 、えー<笑><笑>。えあれえほんまですかみたいな。はいだからそういうのをね、はい、見せられたりするとやっぱりいるんだろうなってことになってくるんですよね。そうなんですよ。うん、だから、自分はもう自分の感じたこと、あの、自分も体験をしますが、それを霊感と思わずに、 まあ感じたこと体験したこと人から聞いたことそれをどういう形で表現したらいいかなっていうところにもあの注視しますね自分の中では。<laughs> はいそれでで喋ってる感じですただねお笑い芸人さんとしてもう35周年なわけじゃないですか。はい、お笑いと、まあ、僕でもなんなんですけどもうこのオカルト、はい、あるいは真逆な世界で用と陰みたいな。はい なんでこのインのこっちにもそんなにこう見られてるのかっていうね。はあ、これはおそらくですけど、階段って語った時に、どうですかねあの、お客さんって反応ないじゃないですか。うん、ギアーとかキャーとか言うのって、まあ、そんなもんでもないじゃないですか。はい、ビクっていう感じはあったとしても、なんか嫌な空気のまま終わりません、いつも。<laughs> で、終わった後、これでよかったかなと思う。 あの感じですね。あれがお笑いとの違いがあって、逆に快感なんです,、ね、<laughs> んですよ。お笑いがドーンドーンドーンってないと、はい。目が笑ってて上品なお客さんっていうのは通用しないわけですはい。受けない時に絶対芸人が言う、言い訳ですよ。はい、目が、目、あの、目は笑ってます。上品なお客さん、声に出してないだけですって言うんですけど、それはやっぱり通用しないです、ね、は,いはいはいはい。だから、あの、階段っていうのは、その真逆にあるんで、それがなんか快感なのかもしれません。 わかる気がします。本当にこう、まあね、足運んでいただいて、階段ライブだっていう時に、あれ、全然反応ないぞ。やばい、やばい、やばいと思ってアンケート見ると、めちゃくちゃ怖かったです。面白かったです、みたいな。そうなんです。ええー、そんなに満足していただいてたんだ。はい、はい。っていう驚きとかありますよね。うん。あの階段で私、私の竹内吉川さんと徳島の,あの健康ランドで、 お風呂を入りに来った人が、200人ぐらいがもうそこにもう下に地べたに座って階段聞くっていう、そういう会があってね。お風呂入りに来た人が聞きはった人。はいはい。普通にそこでもうお風呂、湯上がりに階段で涼んでくださいというイベントやったす。<laughs> 湯上がりにはい。あ、でもあいいかもしれないですね。涼、はい、むからね。その前は,いはい、はい。次の年ね、あの、そこの、あの、まあ言うたら施設の方が、次の年は、あの、岩盤浴の人の前で。<laughs> <laughs> 階段のあったんですけど最中に僕らが階段しに行くっていうそういうイベントにもあったんですけどその前の年にあのそれこそまあとある階段でバッとなった瞬間に顔がバーン出たんですっていうそういう最後話は最後やったんですよ。うんうん、バーンって言うた瞬間に200人が「ゾゾゾゾ,ゾ!」ってなったんですよ。ですごいとこ壺に入ったと。 ま、空ンク歌と思って、うん、ほな終わったら、見てた会、お客さんが、その主催者のとこ行って、あれはずるいですわ、あんなことずるいですわって言い出して、顔がボーン出たって言った瞬間、ザワザワってなって、ずるいですわ、でもあの演出はよかったですよ、いろいろ言うてきます。ほんなら、お風呂のそのね、責任者の人はまあ、あの、四国放送さんっていうところが間入ってくる。その四国放送さん、はいあ、ありえないですあんな言うてはりますけど、ありえないですよって偉い言うてすどういうことですか顔がバーン出たんですよ、言った瞬間に、 あの僕と竹内さんってすりガラスがあるところがバックになってるところのステージだったんです、うん、ババン言うた瞬間に顔が出たんですよ言うた瞬間すりガラスに顔がむにゃってついたってうんですよねグッて外からついたとほんでまあそういう場所でひょっとしてやんちゃな人もおって「<ー>こんなんやっとんねんな」って言ってタイミング見計らってこんなことやったんちゃうかって言うて四国放送の人も言ってたそしたらお風呂屋さんが「 違う。あ、絶対ありえない。もう嘘うやって来てくださいって。後ろ僕ら回って外出たんすよ。そのお風呂屋さんのすりガラスの向こうって、もう何年も使ってない噴水なんですよ。はあ、もうドロドロのズブズブのあれが、もう池の上にザーンって広がってて、そのすりガラスの裏側に行こう思ったら、ここまでジャバ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 使っていかなかったんですもうかなり汚い水ですもんね、はい。もう匂いもするんですよ。うん、そんなとこ誰行きますっていう。 そんなタイミングがありました。いや、だからタイミングなんですよね。すいません、すいません。すいません。はい。すいません。はい。すいません。いえいえ。すいません。なんか最近、なんか階段の途中、あ、なんかね、ーンってのが上がって。そう、なんか、ね、いろいろおっしゃってますね。何なんですかね、これね。すいません。いやいや、それ。タイミング、これもタイミングじゃないですか。タイミングですね。で、例えば人間がやろうと思ったら、話知らないわけだから、そこに合わせてパーンなんかできるわけないですか顔を。って考えたら、やっぱり、 不思議な存在なのかなって思うんですけど、やっぱりなんか聞いてくと、やっぱ幽霊も、なんかいたずら心があるのか、はいはい、なんかそういうことしますよね。そうなんですよね。うん、なんかその言葉の最後に成就するのか、存在言ってくれたみたいな、ボンってこう来るっていうか、うん、はい。この話を竹内さんが、あの、渡辺くんと一緒の時に、バーン出た、バーンって言った瞬間を、また別のところ、尼崎城というところでその階段やったんですよ。 そしたら、その瞬間に、あの、トイレ、多目的トイレから呼び出しおんになったんです。ビーンって。ほんあれ、階段聞こえてる受付の人、ああ、なんやろう、って見に行って、誰も行ってなかった。それがそのタイミングだったんですって。そう、タイミングなんですよね。そうなんですよ。不思議ですよね。本当に、こう、絶妙というか、うん、なんで、このタイミングっていう、うん、変に、こう、リンクするような。はい。 ありますよね。でも語る時と、後聞かはる方も映像を買いますからね。ーバーンっていうあの瞬間に来るっていうことは、多分、その同じものを見てるんでしょうね。実は。あだから余計にそういうものが、とこう、繋がるんですかね。あ<ー>不思議ですよね。不思,ね不思議なんですよ。まあ、すごいお話ばかりで。いえいえ。 ちょっともうね、もうなんかやっぱり話術が。まあそんなとんでもないですよ。はい、ご紹介させていただきます。はい。先輩芸人、シンデレラエクスプレスの渡辺広重さんでお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。お願いいたします。いや嬉しいです、本当に。もう嬉しいですじゃないんですよ。このスポットライト、浴びて、はい、ありがとうございます。ね、もう漫才の方もずっともうやられて。そうですね。もう三十五年とか、もう時間だけが経ちましたね、本当ね。もうそんな何か残したわけでもない。芸能さん。 っ、はい、まあずっとネ、ね、スターの方がいらっしゃるんですけど、はい、もまたなんかもう次々となんか長寿芸能さんってすごいですよね、うん。そうなんですよ。そして渡辺博重の会談合体。はい、もうね YouTube こちらもね主役の会談たくさんありますので、ね、ありがとうございます。はい、はい、ぜひ皆さんチャンネル登録はいそしてグッドボタンよろしくお願いいたします。はいお願いします。はいコメント欄とかも結構読まれてます。 結構読むし気にするタイプだ、ね。気にする <laughs> そんな35年やってきてまだ気にしますかあのガラスのハートですよ、もう本当に <laughs>。ね、ちょっとあの、優しめというか。<laughs> そう。はい ほんまにもうすぐ泣いちゃうからね、気持ち的に。と思ってね。やっぱね、35周年ライブに向けて、テンション上げていただきたので、皆さんも一緒にね、テンション上げてほしいと思いますので。楽しんでいただけたらと思ってます。本当にちょっと、あの、広重良かったよとか、広重最高みたいな、そっち系のコメントあす。お願いいたします。 今回コメント欄の楽しみですねちち。はい。ちっちゃい男です。すみません、ほんま。ちっちゃいおっさんです。すみません。<laughs> ちっちゃいおっさんってなんか、演技良さそうですけどもね。<laughs> はい。どっかにっゆ,ゆるキャラみたいな、ね、<laughs> ちっちゃいおっさん。<laughs> はすみません。ありがとうございます。はい、さあ、はい、じゃあ、あのー、またあの、階段話、本当に、はい、また披露していただけるということでお願いいたします。はい。昨年の5月に、 えー、兵庫県の、まあ、まあ、市川町というところで、棚だってわかります田んぼ。あ、あの、こう斜面にあって、はい。でそれがこう、斜面にこう、ちっちゃい田んぼがこう、連なってあるっていう、はい、そすよ。棚のようになってるってことですよね。よはい、あれは、めちゃめちゃ保全も大変で、残していこうと思っても、若い労働力がどうしてもいるんですよ。もう、本当に大変なんです。で、それを、 あの、保全しようという、あの、NPO 法人があって、棚田中ラバーズさんっていうんですけど、それ私、ちょっと取材で行った時に知り合いまして、そこの責任者の方が、渡辺さんって、あの、今度ね、って、その棚田中の保全のイベントをやるんです。で、そこで音楽ライブなんかも入れたりとかいろいろするんですけど、渡辺さん総合司会来てもらえませんかって言われて、あ、いいですよ、って。で、行ったら、あの、 特別ゲストが、中本浩二さん。え、ドリフターズのドリフターズの。はい。中本さんいらっしゃってたんですよ。すごいビッグネームが。そうなんですよ。はい、それも兵庫県の市川町っていうところに、えー、しかも一泊二日でいらっしゃって、二、えー、日間にわたってそのライブが行われる、ステージを組んでね。えー、で、その総合司会。ほんなの中本さんがいらっしゃるから、あの、ドリフの時代の懐かしい歌とか、えー、そんなも歌ってくださるし、トークコーナーもあるし、 いや、もう僕らの世代からしたら中本さんで、え、ドリフのって思うじゃないですか。えー、で、もいろいろめちゃめちゃ優しい方。えー、素敵な方やったんですよ。で、その日、その、うん、会場の近くのところの、まあ、いわゆる昔の国民宿舎みたいな感じのところも一等というか全部丸刈りしまして、そこにスタッフさんとか出演者が泊まってっていうんです。で、自分泊まらせてもらって。で、翌朝、大浴場があるんですよ。はい、大浴場に、 ちょっっととお風呂入りに行こうと思ってで自分の部屋から出て廊下って言って歩いてたらな前からスタッフさんがね朝ですよピャーって来て「渡辺さん今からお風呂,お風呂行こうと思ってます」うん「うわすごいですよ」「僕ら今までお風呂入ってたんですけど中本さん一緒に入ってるんですよ」「<laughs> 大浴場に中本浩二さんいらっしゃるんですよ」って言ってで「今行ったら中本さんしかいらっしゃいません」って言われるんですよ。<laughs> えと思って。 その子供の頃から見てる中本さん、<laughs> 今、お、ね、リアルいい、いい湯田なんですよ。確かにそうですね。はい。言うて、ほんで、もうみんなババンババンバン言いながら向こう行かはるは<ー>うわーと思って。ほんで、行ったら、脱衣所のところで中本さんが、もう湯上がりのところに本当に体拭いた状態で座っていらっしゃって、うん、あ、と思って、おはようございます、おはようって。あれ、昨日司会してた人ですよね。あ、そうです。今日もよろしくお願いします。って言って、わ言って。で、 そんな時に、その、ドリュフの話とかを、やっぱり聞こうと思って。ドリュフ時代は、どうですか毎日大変だったんですか毎日大変だって、忙しかったね。なんかね、上司と部下と一緒になって、ずっと出張の旅行行ってるような日々だったよって。でもね、みんながいたから今の僕があるんだよね、って、そんな話されて。そんな時に、なんか、怖い体験ってなかったんですか <laughs> どっか泊まりに行ったなんか出てきたとか怖ういう話なかったですか?」って言ったら中本さんが「ないよ毎日忙しいからもう部屋に戻ったらすぐ寝ちゃうよ」って言われて「そうですか」って言ってたらちょっと間を置いてから「ああ一個あったな」って言っていただいて「え何ですかそれ?」って言ったら。 いや、ドリフでね、あれずっといろんなところに、まあ、生放送で八時代前週後やるんですけど、それ以外に公演でいろんなとこ行くんですって。はい。あの、もう年中いろんなところに、いわゆる営業いう形で。ああ、生放送以外に、そうなんですよ。そう,いう舞台にもたくさん出られてたんですねそうなんですよ。あの八代全集後という 営業でパックで行くんです。そりゃ、でも大人気でしょうね。大人気。もうあっちこっちでもう大人気。で、そこに歌手の方も一緒だったり、アイドルの方も一緒だったりっていう、行くんです。で、そんな時に、ある会館のところで、まあ、その公演があったと。そしたら、出番の前に、えー、まあ、公演の前に、まあ、リハーサル回ってどうねってなった時に、そしたら、その、それはね、おそらく、 僕はこの話聞いたときに、それは8時代全前集合の収録やったんかなと思ってるんです。生放送かなんかだと思うんですよ。うん、っていうのはね、志村さんが、志村がね、あいつがふざけてさあって、こんな幽霊のコントだったのよ。うん、幽霊のこの紛争してね。で、この、 白い装束で、で、こう、うぜんつけて、で、うーとか言って、そういうのをやって、アイドルの子たちが、まあ、みんなぺちゃって喋ってる後ろから肩ポンポン叩いて、振り返って、うーってって、そういうことをしてあいつは遊んでたのよ。で、俺がそれ面白くてさ、志村がそれやるとこずっとついていって、で、リアクション見て楽しんでたのよ。で、大概の子がみんな、うーって、いや、志村さんですか、もう脅かさないでくださいよってやってるの。ところがね、 志村がね、あるアイドルがあの子やめちゃったと思うんだけどな、後にもう、トントンって叩いたの。だ2、3人いてたと思うんだけど、その女の子、ぷっと志村の方を振り返って、まあ中には、志村さんですかキャーもう志村さんですかって言うんだけど、一、うん、人の子だけが、うわーってなったまま、もうわけわからない声出して、そのまま、ほとんど白目向いた状態で下にドーンって座り込んじゃったの。はい。 ほんで、それでも、ビクビクってしてるから、おい、おい、ごめん、ごめん、ごめん、脅かしただけだ、あっあああっってなってる。いや、脅かしただけだからって言うんだけど、違うんだよね。そのアイドルの子だけ、ポンポン志村がやって、ふっと振り返ったとき、志村の後ろに、全然関係ない幽霊一人見てるんだよ、ね。シム、ええ、志村が幽霊の格好してるんだけど、その、 明らかに幽霊という、その男の人か女の人かってこれわかんないそれがボーって志村の人にビターって張り付いて立ってたんだったって。で、それ見てそれでうわーってなった。そんなことあったよ。<ー>で、その話を中本さんが脱衣所でしてくださって、そんなことあったんです。そう、あれは不思議だったなあの子だけは見てんだよね。でも、それって、 志村後ろですよね。そうなんですよ。みんなが思いましたよ。はい、リアルっていうか、本当の志村後ろ後ろですよね。はい、そう。シろ後ろって言ったんですよ。ほんなら中本さん、君うまいこと言うよね。いやいやいや,いやみんな思うって。<laughs> それ言われたの初めてだったんですかね。はい。そんなことありました。<laughs> いやいやそれは、あの、あーあーと思いました。面白いって言っちゃいけないですけど、はい、あのドリフターズの、うん で、ね、裏側で起こった心霊体験とかこれめちゃくちゃ貴重な話ですよね。はい、それを、その、あの、脱衣所のところでね、座りながらお話ししてくださったん。本当、話し方によっちゃ漫談にもなるぐらいの、はい、すごい秀逸なしっかりしたオチがある話ですもんね、はい。そうなんですよ。志村、後ろ、後ろですよねっていう。でね、その後に生まれたのが、あの、ギャグなんだよって、ね、ど, <laughs> どっちなんですかね。誕生秘話がね。<laughs> でも、あの、中本さん自身は、おそらく、 階段っていう認識もまずないのと、語ってなかったんですね。<ー>誰にも。ただ、なんか不思議な思い出としては残ってらっしゃった。だから、私がお聞きした時も最初何あ、あれかなみたいな感じで言ってくれはったっていう。いやー、すごい貴重な話でした。はい。なんかね、不思議ですね。なんかあの芸能界の裏側、あれはほんまあ、こうなんですかって言ったら、やっぱりみんな予防線張ります。いろんな方。でも、 不思議ですねなんか不思議な話なかったですか怖い話階段っていうかなかったですかって言うたらそこはなんか結構みんなスッと喋ってくださいます、ねうん、今はいても思ったんですけどね「あの志村後ろ志村後ろ後ろ」っていうのは見てるね観客の子どもたちの声じゃないですか。はい、後ろからこう来てるところにね「はい、志村気づいてよ」って言って僕の生まれたギャグなわけですけども、うんはい、もしかしたら志村さんの後ろに本当にそういう幽霊がいたんだとしたら「はい、志村後ろ後ろ」って言ってる 人人人たたちの中にには何かか本当に幽霊が見えててて言っももいるのかもしれないですね。なるほどねなるほどなるほど <laughs> それやってるからずっと志村さんにこう憑依していくというか志村さん自身何か悪いことが起きるわけじゃないんだけどなんかそ,そう常にやっぱりそういうものがそこにはあったのか <laughs> 何なんでしょうねでも昔の古い快感っていうのはやっぱりいろいろあったって言いますからそうすなんかそこにあるものがその瞬間に たんすかねいやーすごいもう本当に興味深い話、はい、貴重な話<や>ありがとうございましたそんな話を伺いました皆さんね、えー、渡辺広重の会談語り、はい、ぜひ皆さんね、えー、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします、はい、そしてあの今回のコメント欄ぜひね、えー、広重最高だったよっていう <laughs>、はい そうね、あの広重さんを持ち上げるような、はい、絶賛のコメントの話、よろしくお願いいたします。いやいやいや。ハート弱いそうです。お願いいたします。めちゃめちゃ弱いです。弱いんです。ありがとうございました。ええ、大先輩。シンデレラエクスプレス。渡辺広重さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ただ松竹芸能さんって、まあ、ずっとね、スターの方いらっしゃるんですけども、またなんかもう。次々と、なんか松竹芸能さんってすごいですよね。 そうなんですよ。なんかこう、焼け野原にポンとこう、<laughs> いやいや一輪の花が咲くみたいな、ね。<laughs> もう、なす中西とかね。はい、あのずっとこう、もうね、面白いのは知ってたけど、バ、はい、ーンと今ね、こう、注目浴びたりとか。んはい、あと、ヒコロヒーさん、ね、ヒコロヒーさん、ヒコロヒーさんですね、もう。いやいやいやもう大後輩だと思います。<laughs> ヒコロヒー殿。<laughs> いや、すごいですね、本当に。ね、はい。いや、でも、ええー、ことやと思います、ほんまに。あの、なんか、会社がこう、ちょっと注目もされてね、もらえるし。 はい。なかあのコンスタントにああいった才能がバーンとこう出てくるって、何、うん、かその社風とかあるんですか?はい。社風ですね。とにかくですね。野放しですね。<laughs> <laughs> <laughs> のばなし。あの、えー、新日本プロレスのヤングライオンみたいなもんですね。<laughs> 谷底にドーンと落として這い上がってくるものだけが、<ー>はいっていう、まあそういうことやと思いますよ。だからあの本当にあの、えー、南川さんでしたっけ、はい、あのね、方も含めて、かみんな地方が半端なく強いんですよね。はい、すごいでしょ。そういうイメージ。なんか松竹の芸能さん、はい、芸能人の方たち。確かに確かに。もう、あの、しかも、 型を何回か潰した上で。<laughs> <laughs> もう、投げられへん言われても、逆になんか、よりそれでこう、強くなるみたいな、ね。どっからでも笑いにするみたいな、はい、してやるぞみたいな、なんか、意気込みとかもすごいですもんね。はいはい、そうですね。もうだから、演芸場とかみんなやっぱり出てたし、やっぱり厳しいお客さんの前でもやってるからでしょうね。<ー>ここでと思うんじゃないですかね。えー、そもそも先輩から後輩に、ま、指導とか、アドバイスとか結構あったりするんですか、はいはい いや、それはないですね。ただ、やっぱり僕の事務所の先輩の、えぇ、ー、年英霊実証とかね、言ってはりますけど、やっぱり結局やめんことやってずっと言わはりますわ。<ー>もう、もうな、もうなんでもない。とにかくやめん、やめんことやと。で、うん、年行ってもやっとけと。そしたら、若い時の苦労を知ってる人は周りにいなくなると。うん、そしたら、やっぱり、 あの、偉いようにみんな扱ってくれるでしょ。<laughs> はい。もう、あの、自分が若手の時とか、中堅でなんか滑り倒してた時、売れてない時なんか、そんなみんな知らんねんと。もうとにかくその間のところをみんな、ああやったはんねやってそれも大事やと。はい。それも才能やであんたっていうを言われました。 あの僕もあのホリプロのね今すごく偉くなってるマネージャーさんがいるんですけども、はい、その方に本当最初言われたのが「芸人にとって一番大事な才能って何だと思う?」って言って「えー、やっぱり大喜利とかセンスとかですかね?」うん、って言ったら「違う違う違う,、うん、もうどんな天才でもだめ、うん、一番の才能はやめない才能だ」っていう。は、うん、あ,あでもそれってすごく身に染みてわかるなと思うんですよね,すねもう数々の天才たちちが途中で心折れて辞めちゃってるんですけど、はいはい、結果やっぱ辞めたら絶対売れなないんんでですすよねそうか なければ、いつか売れるかもしれない。はい、もう、打席にとりあえず立つ。とりあえず、球場に行く。とりあえず、なんか、あの、控え室に入ろう、みたいな、ことでしょうね。なんか、そう思いますね。あの、遅刻する子、えー、お酒で、なんか、もう、溺れる子、女性に溺れる借金でっていう子、みんな、芸を取るか、例えば女性を取るか、うん、芸を取るか、酒を取るかって、やっぱり昔はよう言われたらしい。はい、でも、やっぱり、酒取りますっていう人が昔はやっぱいてたらしいですわ。へー。はい。 いや、俺はそっち行きます。だから、天才なって言われる人ほどそうです。だ、うん、から、それでやっぱ消えていく人はいっぱいいるみたいですね。ちょっとした、やっぱある意味、鈍感力みたいのも。かもしれませんね,ね。関係なくこうね、続けられるっていうね。これもやっぱ才能なのかもしれないですよね。だから、うちの後輩でも、もう僕が今度やったあれやけど、まあ冗談で、お前なんで辞めへんねんと。<laughs> なんでずっとおんねんって言ったら、いや、僕は辞めませんよ。 やめる後輩がおるたびに言うんですよ。僕はやめません。なんでやめへんのだってあの後輩より君の方がしんどいやんか。どう、誰が見てもって言うたら。いや、違います。僕はやめたところで、え、やってたんって言われるのが嫌なんですと。は<ー>え、やってたん自分。え、そんなことやってたんっていう人がほとんどやから。だから僕はやめてもやってても、あの、変わんないですよ。その人らからしたら。だから僕、やめる意味ないんですよ。は<ー>だってやめたいと思うってことは、そういう人の目が気になるからやめたいんでしょ 僕はもうそんなことは思わないからやめませんって言って。<ー>はい、自分の食いぶちは自分で今稼いでるし、もういいんですよと、それでって言います。<ー>お前すごいな。<laughs> 太平洋みたいな心の広さやな。<laughs> <laughs> 言うてね、言うんですけど。まあただ今本当いろんなね、あの、生き方、売れ方もあったりとか、はい、ね、あ仕事の仕方もあるので、うん、芸人やりながら別の仕事とかもね、全然ありますし、うん。そうですね。時代はなんかそうなりましたね。だからどの業界もそうですね。えー、なんかあの、分業って昔言いましたけど、これから先はある方が言うと、あ、そうやと思う。増業の時代、増やすなりわい。はあ あの分業っていうのは、えー、とかなんかいうあのね例えば自分の中の一日の中をあの芸人であるけどもこれあれあれじゃなくてどんどん芸人でありながら増やしていくというか全然ちゃうことなんだけどあの増業で増やしてなりわいを増やしていくような時代になってるんじゃないですかってね。あの吉本さんの,あの養成所の方で、うん、やっぱりこうある年からですね、うん、やっぱりこう皆さん芸人になると思いますが。うん 皆さんぜひやってほしいのが、うんあの「のれんを5つ出してください」うん、看板を5つ出しましまょうっていう授業に変わったっていう、うん、あなるほど、ね、芸人であり、うん、例えばボートレースがすごく詳しいであり、うん、絵が上手な、まあ、画家の才能もありとかじゃないけども、うん、5つぐらいこう得意なものを出してそれをこう武器としてぜひ皆さん5つ看板出しましょうみたいな。 はあ、それですね。だから、演芸場が強かった時代は、そんなすることなかったんですよ。やっぱり演芸場の舞台に、奥へ奥へ出てる人が一番偉かったんですから。<ー>だから、それよりも、その、学園におらんと、あっちゃこっちゃ行ってる人は、それができないからやってたらしいですね。うん、上岡隆太郎師匠が言うてはりましたわ。やっぱり昔の芸人さんっていうのは、学園でこう、まあ、え意味でふんぞり返って、こう、じーっとして、出番をかっこよくこなすって。で、いうのがかっこよかった。いつしかそうじゃなくなったと。劇場の といる芸人さんは他にオファーがない売れてない方やって言われるようになってからやっぱりそこは変わっていった時代とともにやっぱりそれは変わってますよね。特にこの5年ぐらいでガラガラガラ またたすすごく変わりまましよよねそうなんですよまだ10年前とかだと僕なんか特にそうだったんですけど、うん、お笑いでありながら手相やってんの、うん、何やってんのお笑い芸人のくせにとか、うん、すっごいやっぱ言われましたもんねいやでもそれはそこの先で答えを出す人が、えー、せ結果を出す人が出てきたらもう誰も言えないですわ、うん、それはやっぱりそういうことやと思いますよなんかそれやりながらかじりちょっとカチッとかじってやってるんやろぐらいしかまあそれぐらいやっぱりだからお笑いっていうものは なんていうのかな、自分自身も、周りも求心力があったんでしょうね。う今、だから、僕はもう三十五年言うけど。うん、あの、昨日、今日の子が、この、は変な話、挨拶千円買っても、ないなあいつ、失礼。と思わないですわ。 自分が入った時に、あの、知らんな、この人。何この人。長いことやってはる人やねんな。知らんで。っていうのはやっぱあったし。うん、で、中には先輩でええこと言われましたよ。お前、あ,あの人にお前なんで挨拶せんね分かってるぞて。とお前こんだけやってて、こんだけ年数やってて知らんってなんやねんと思ってるやろ。でもな、こんだけの年数でやれてる芸人がどんだけおるかっていうのはお前その年数だなったわかるわ。い <laughs> はい。 その方はもう、あの、早くに亡くなってしまいましたけどね。お酒で身を崩しちゃって。でも、やっぱりそういうので学びましたよ。学びますね。ほんと勉強だなって日々思うんですよね。うん、やっぱりだから僕らそういう時代でもまあね、育ってもいるから、そういう価値観もとても大事だし、うんはい、でもこれに囚われてると時代に取り残されちゃうし。うん、だから、例えばこう現場で何か迷った時なんていうのは自分がやるようにしてるのは、その現場にいる肩書き関係なく、一番若い人。うんうんうん AD さんでも新人マネージャーでもいいんですけども、うん、一番若い人に聞いてみてどう思う、うん、どうしたらいいと思う、うん、これいいんじゃないですかねっていうのをできるだけ採用するようにしてるんですよ。あなるほどそれはもう自分にはどうしてもこう出てこない発想だったりとか柔軟な考えだし。 それはもう違うよ、そんな、お前な。この社会はこうなんだそんな違うんだよって言ってたら、もう取り残されちゃう気がして。うん、いや、ほんとそうやと思います、それは。あの、それを見るお客様もだいぶ昔とやっぱ変わってはりますわ。うん、あの、良き鑑賞者を育てましょうって芸人はって言うんですけど、その良き鑑賞者って昔の良き鑑賞者、でも今の良き鑑賞者。 変わっってまますすよやっぱり全然違うと思いますもうそら漫才でも10分15分に耐えられないお客さんが増えてるいやーそうですよね、はい、今の時代っていうのがね、はい、もうショートネタってものにこう見慣れて、はい、で、まあ、ショート動画とか,、はいかね、さん曲なんかでもね最近前奏がほぼないって曲はねそうですね、はい、全部そこはやっぱりあの計算して途中でこうて転調するというかねあといきなりこうクライマックスから始まると思、ね、うですね、はい、だからまあそういう時にとこにみんな対応もしてい いうことなんでしょうねだから僕は逆に言うと漫才に関してはあのもう3分2分って言い出してたらもうそ,それは自体漫才自体がねあのなんていうのかなコストパフォーマンス悪すぎるんですよ1時間の舞台持たせる何組漫才師いんねんとかなってくるでもそれは僕はあれだから15分20分30分の漫才を見ていただけるお客さんをあの増やそうと思ってます今 はい。別にそんな10万人、100万人いらないです。その人らが1000人、500人、200人いてたら僕はやっていけますから。そう思ってやってます、漫才は。やっぱり35年この世界で生きてきた。うん、<laughs> いろんなね、考え、葛藤もあったでしょうけど、うん、やっぱりこう、たどり着いていくるものってまたあるんですね、うん。そうですね。最終的には挨拶の角度が深くなります。<laughs> <laughs> みんな尖ってますよね。いや、わかるわ。結果やっぱり挨拶ってすごく大事だよね、とか。そうなんですよ。なんか最初言われてたことに立ち返ってくんですよね。そうです。挨拶は最大の防御なり、みたいなね。あの、言うたの方も言ってたんですけど、なん <laughs> でやろうと思ったんですけど、いや、確かに。 そうやねなと思いましたね。それは、あの、卑屈な感じじゃなくて、もう自分がそこに、なんていうのかな、ゼロからそこやらしてもらった方が、自分は逆にまたやりやすいですわ。結局そうなんですよね。うん。うん。もうキャリアとか、関係ないですよ。芸人は時価ですから。うんうん、その時の値段ですから。うん。関係ないんですよ。それは。か <laughs> といって言われたら嫌ですけどね。<laughs> ね35年間言われたら嫌だけど、しゃないです。でも好きやからやってますよね、みんな。 うん、好きう、ね、好き好きだからっていうとこ行き着きますよね,ね、はい、それしかないの <music>